球が世界の社交場に変わるジャパンカップ、それぞれの国を代表する優秀が集まりました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、先に行くのはどの馬なんでしょうか。オーソリティが先頭に立ちました。内を通りまして、5番奇跡、3番ブルーム、2番手を伺おうというところ、まもなく第1コーナーに差し掛かります。ジャパン2番コントレイル、外を通りまして9番アリストテレス、そしてその後ろからワグネリアン、ウィンドジャマーがかわしていきました。内から1頭4番シャフリヤール、それから6番グランドグローリー、外から1頭15番マカヒキ、その後ろでやりましょうか、12番サンレイポケット、18頭。第2コーナー左にカーブを取ります。1番内からムイトンブリワード、ユーバーレーベン、それからもう1頭モズベッド、シャドウディーバが並んでいます。ロードマイウェイ、しんがりから16番ユーキャンスマイル、流れるようにレースが展開されています。順位が入れ替わっておりまして、先頭は奇跡であります。この辺りちょっと離れているブルーム、外を通ってオーソリティ、さあ第3コーナーに差し掛かります。その後ろ5馬身くらいあってジャパン、そのうちからはアリストテレス、これが1番人気の2番コントレイル、そして外からはウィンドジャマー、ワグネリアンがその後ろ、内を通ってシャフリヤール、そしてその外にグランドグローリー。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。さあ先頭は奇跡が頑張っている、オーソリティ懸命に追う、さあこのまま逃げ切ってしまうのか、ブルームが2番手、奇跡が抜け出した、ここからどう伸びるか、コントレイル先頭、和田と奇跡、外からはブルーム、2番手にブルーム、これは激しいレースになりました。頑張る頑張る、和田と奇跡かわしたかわした、ブルーム1馬身リード、14番ユーバーレーベン、大外から突っ込んでくる、1着ユーバーレーベン。感じだね。1着14番、2着3番、3着4番以上のように確定しました。府中が世界の社交場に変わるジャパンカップ、それぞれの国を代表する優秀が集まりました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、典型的な逃げ馬はいません。思い切っていくのは何か。先頭に立ったのは5番奇跡、3番ブルーム、オーソリティがその後ろ、6番グランドグローリー、外を通って9番アリストテレス、ジャパンその後ろでやりましょうか、2番コントレイル、外から1頭8番ウィンドジャマー、第1コーナー左にカーブを取って第2コーナーシャフリヤール、その外17番ワグネリアン、そしてそのうちに13番モズベッド、その外からは14番ユーバーレーベン、内を通りまして11番シャドウディーバ、ユーキャンスマイルが並んでいっています。内から1頭1番ムイトブリワード、そしてその後ろから12番サンレイポケット、その外にマカヒキ、そしてしんがりからロードマイウェイであります。もう一度先頭から行きますと奇跡がレースを引っ張るようになりました。その後ろ3馬身くらいあって3番ブルーム、そして3番手にオーソリティであります、それからグランドグローリー、そして外からはジャパンコントレイルはこの辺り、外を通りましてウィンドジャマー、それからもう1頭9番アリストテレス、そしてその後ろからシャフリヤール、外から1頭ワグネリアン、そのうちからは13番モズベッド。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。コントレイルは6番手、さあ先頭は奇跡が4馬身リード、2番手にブルーム、さあこのまま逃げ切ってしまうのか、依然先頭奇跡ちょっと差がある、さらに内コントレイルかオーソリティが3番手、和田先頭奇跡が抜け出した、先頭和田と奇跡、コントレイルも差を詰めてきている、このまま粘れるか奇跡、外から1頭コントレイルが襲いかかる、捉えるかコントレイル、1着コントレイル、そして2着はユーバーレーベン。この馬はいい調子だね。1着2番、2着14番、
3着、4番以上のように確定しました。世界に誇る勲章を手にするのは果たしてどの馬でやりましょうか。ジャパンカップ、さあ準備が整いました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、先に行くのはどの馬なんでしょうか。先頭に立ったのは5番奇跡、そして2番手にブルーム、それから離されましてグランドグローリー、その外に7番オーソリティ、内を通って4番シャフリヤール、そしてその後ろから8番ウィンドジャマー。白い帽子にご注目ください。これが1番人気のコントレイルであります。外を通りましてアリストテレス、その内からは1番ムイトブリワード、そしてその外にジャパンワグネリアン、ほとんど馬体が合っています。それからもう1頭14番ユーバーレーベン、そしてそのうちにサンレイポケット、モズベッド、11番シャトーフィーバー、その後ろでやりましょうか。マカヒキ、ドキドキしますね。本当に。その外からはユーキャンスマイル、ロードマユエイ。もう一度先頭から紹介しましょう。奇跡が先頭です。この辺りちょっと離れているブルーム、差が開いて6番グランドグローリー、その外7番オーソリティ、内から1頭4番シャフリヤール、8番ウィンドジャマー、そして1番人気のコントレイル、うまくいっているんではないでしょうか。そして外からは9番アリストテレス、そのうちムイトブリワード、外を通って18番ジャパン。さあ直線に入る日本馬はどうか、そして外国馬はどうなんだ。さあ向きを抜いた福永とコントレイル、どんな足を見せるか。5番奇跡がまだ粘っている、2番手にブルーム、さあ先頭は奇跡が3馬身リード、1番内奇跡が頑張っている、ブルームが2番手先頭奇跡、しかし差はそれほどでもない。ムチが飛んだ、川田とシャフリヤール、頑張る頑張る、和田と奇跡、コントレイルも差を詰めてきている。先頭福永とコントレイル、ユーバーレーベンが2番手、内か外かほとんど同時。この馬はいい調子だね。1着2番2着14番3着4番以上のように確定しました。